はい、どうもこんにちは、おっさーです。今日はね、福島県の浪江駅に来ています。でこのね、浪江駅に何をしに来たかと言いますと、タイトルにも書きましたが、鉄道を乗り継いでね、一筆書きの旅をしてみようと思います。ちなみに東京近郊エリアっていうのは、ちょっとマップで出しましょうか。こんな感じのエリアになります。そう、この東京近郊エリアのおそらく最北端が今この浪江駅なんですよね。はい、それで今回の旅のルールですけども、まず一つ目、このねサイトのマップ通りにこのルートをたどっていくという形になります。各駅停車でも特急でもそれは自由に使って OK という形にしたいと思います。でルールその2ですけども、期間は4日間にしたいと思います。4日間限定で、もう危なくなったら途中危険という形になってしまいますが、そんな形でやっていこうと思います。はい、最後ルール3つ目ですけども、途中下車して観光するっていういつものルールでやっていきたいと思います。ルールに関してはね、その3つ守りながら進んでいきたいと思います。特急でね、いわきまで行って、ちょっといわきで一休みしよう。ちょっとさすがにお腹が減りすぎたから。一筆書きの旅、記念すべき最初の列車ですね。おお、初めて乗るなこれ。ということでね、日立駅で途中下車しました。今日初日のね、途中下車観光はこの日立駅でやっていきたいと思います。観光スポットというかね、この駅自体がね、今日の観光の目的なんですよ。ほら見えますかね、もう正面がね、海なんですよね。この駅にね、ちょっと来てみたかったんですよ。こっちがね、東向きなんで、今夕方の時間だから、朝日だか、早朝とかに来るとすごいもっともっと綺麗だと思うんですけども、十分綺麗ですよね。いやー美しい、これはちょっと朝の時間も今度来てみたいですね。あ、ちょっと駅の外にね、出てきました。全体像がこんな感じですね。こっち側の鉄道の乗り場になっているところですね。でこっちがさっきいた、これがさっきいた場所、カフェとか。でもうすぐ海だ。いやーすごいぞこれは。はい、ということでね、ひたすら今日は常磐線を南下してきまして、ここの柏駅に着きましたので、今日は柏で終わりにしようかな。で僕はね、今は三重県で暮らしてますけども、育ちはね千葉県なんですよ。で柏もね、高校卒業するくらいまでは結構遊びに来たかな。1日目はね、これで終わりにしたいと思います。また明日以降、頑張って進んでいきますので、よろしくお願いします。